こんにちは。本日は二聖堂さんの小杖という宿泊施設をご紹介したいと思います。こちらの小杖なんですけれども、夏ニセコでは長期滞在をする方が多いんですけれども、そんな長期滞在をするご夫婦やご家族にもおすすめな宿泊施設になってますので、ぜひ最後までルームツアー見てください。それでは中へ入っていきましょう。どうぞまずこちら入ると、やはりスキーロッカーがあります。スキーロッカーはやはりどこの宿泊施設にもあるんですけれども、鍵付きでこちらも安心安全セキュリティ万全ですちゃんとスキーブーツをかけるものもあったりして、乾燥もさせることができます。で、先ほどの玄関を右に曲がると、こちらフロントデスクですね。ちょっと夏の間はスタッフ常駐してないんですけれども、でこちらエントランススペースとなっています。こちらお部屋なんですけど、全お部屋エレベーターで行くことができます。でこちらもお部屋行く際はご自身の鍵を回してお部屋まで行くことができます。まず入るとこちらリビングスペースとダイニングスペースがございます。でこの空間にリビングスペースとダイニングスペースがちょっとやっぱり分かれてる感じが、とても過ごしやすい空間になっているのかなと思います。でこちらちょっと今上がってきたエレベーターなんですけど、なんと隠せます。エレベーターをなんか隠せるっていうのもとても近代的で面白い作りになってるのかなと思います。リビングとダイニングスペースのこちら横なんですけど、こちら大きい収納スペースですねございます。こちらにも隠し収納で、ちゃんと洗濯機と乾燥機どちらもついてるので、これも長期滞在なんかにも魅力的な設備となっております。でこちらキッチンスペースとなってます。すごい日差しも入ってきて日差しも入ってきて、なんか料理もすごくしやすそうなキッチンスペースになってて、うん、2LDK なんですけど、 2LDK としてはキッチンも少し大きめのキッチン で、なんといってもちょっとリビングとダイニングから見えない位置にあるキッチンっていうのもなかなかないのかなと思っていて、それも魅力的なうちの一つかなと思います。でこちらも冷蔵庫には見えないけど冷蔵庫です。すごいどこのエレベーターもそうですけど、その隠し収納がすごいしっかりしてて、で木で統一されてるので、すごく木で落ち着く、木の風温かみで落ち着くような空気感となっております。でこちらもちょっとしたスペースがあって、物を置いたりとかできるのかなと思います。でキッチンから戻ってきて、玄関入ってまっすぐ行くとお部屋が2つあります。でまず最初にこちらゲストのバスルームですね。シャワーもあって、トイレがあって、洗面台もすごく広々としてます。ですごく個人的にすごいなって思っているのがこちらなんですけど、すごくないですか。どこにも壁とかにもついてないで、このスタンドで流せたりマッサージビレがあるんですよ。すごいね。ちょっと私が今まで見たことないから、ちょっと
興奮してしまいました。こちらが寝室ですね。ゲストルーム、ゲストルームとなっております。ベッドが2つあって、でもちろんテレビもご覧いただけて、収納も収納もしっかりとしています。でこれも魅力的の一つだなって思うのが、先ほどのトイレにこちらから行けるんですよ、うんうん、でもしっかりと扉があるので、お客さんなんかが来てる時には閉めたりして、プライバシーを守れる作りとなってます。で最後にマスターベッドルームご紹介したいと思います。でマスターベッドルームのバスルームにはちゃんと湯船も、大きい湯船もあって、洗面台も2つあるので、ご夫婦とかご家族で過ごすお使いになるのもとてもスペースがあって便利かなと思います。はい、こちらがマスターベッドルームのベッドスペース、寝室になってます。すごく広々としてて、景色もすごくいいので、なんでしょう、ちょっとお子様とかがいても、お父さんもし仕事したいって言ってもこちらのスペースでお仕事とかできたりするのかなって思います。でこちらのクローゼットの収納もとても広々としてるので、すごく広々としたクローゼットとなってます。奥行きもしっかりあって、横にも長くていいですね。私が住みたい。でちょっとしたベランダもあったりして、でこちらダウンですかね、冬はダウンとしてお使いいただけます。なんか本当に家族でのんびり過ごせそう。でこちら二世堂さんの小杖の2ベッドルーム、夏は44,000円から、冬は80,000円からご宿泊いただきます。とても温かみのある親近感がある宿泊施設ですので、滞在型旅行に本当にちょうどいい宿泊施設なのかなと思います。それでは小杖のルームツアーご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。